はい、今回で自分の恐怖症になったきっかけの原因の動画は最後となります。今自分の中では一番辛い脇見恐怖症になったきっかけを話していきます。前の視線恐怖症の動画で話したようにスーパーのアルバイトを辞めて自宅で2ヶ月間休養していました。少し精神的に楽になって普通に街を歩いたり普通に買い物したり、人が多いところではやっぱり視線が気になりましたが、人と接する接客業を辞めてからはだんだん調子が良くなっていきました。それから通信制高校に入学しようとして、入試やら書類を出しに行く時に、乗った電車で同じ脇見恐怖症で苦しんでいる方はわかると思うんですけど、普通に電車乗ってまして、電車の中もすごい混み合っていて、座れずロングシートの前に釣り革を普通にこう持って立っていました。普通に前の窓というか景色を見ていて、でちょっとした頃に、自分の目の前に座っている、おばあちゃんとすごく自分と目が合って、おばあちゃんに見られている感じがしました。というのも普通はロングシートに座っている人はこうスマホいじったり本を読んだり、こうやって普通に何もしてなくてもこううつむいたりして目線は下だと思うんですけど、そのおばあちゃんはずっとこう前を見ていて、下じゃなくてこう上をずっと見ていて、それで自分と何回も目が合うんですよね。で目が合って反らしてっていうのをお互い繰り返していたら、別に見たくもないのにそのおばあちゃんはまっすぐ前を見ているので自分の視界にどうしても入ってしまうんですね。で分かりづらいんですけども、見たくもないのに見てしまう、そのおばあちゃんに意識がすごい行ってしまうっていう状態でした。そのおばあちゃんも、なんでこの人こんな見てくるんだっていう、顔をすごいしかめていました。でそれから、やっとそのおばあちゃんも電車から降りていって、一時期ほっとしたんですけども、そのおばあちゃんのせいって言っちゃ悪いんですけど、おばあちゃんのせいですごいその時にパニックになって、周りから見ても不審でした。まだ電車も混んでいて、で今度は自分の前に女性が一人立っていて、そしたらその人にも見ようとしてないのに、見たくもないのに視界に入るだけで意識が集中していってしまう、まるでロックオンしたかのような感じになってしまって、でその女性もなんか誰かに見られてるって、そわそわ後ろをこんな感じで後ろを気にしてきて、自分の方を振り返ったりしてきて、でそれで自分もなんか変な人にその人に思われてるんじゃないかって思ったり、もしかしたらその人が女性だったんでストーカーと思われてるんじゃないかと考えて、パニックが収まらず、動悸がして見たくもないのにその人に意識がいってしまうというか、見てしまうという感情に、その時初めてなって、本当パニックになってました。でその電車がまだ行きだったので、用事の行きの電車だったので、また帰りに電車に乗って帰らなくちゃいけなくて、また電車でさっきのようなことが起きるんじゃないかと不安になって、遠いんですけどもうタクシーで帰ろうと思うくらい、その時はおかしかったです。でもなんとか電車で帰りました。その日の出来事があってからは、本当に歩いてる時とかにも人が視界に入るだけで見たくもないのに見てしまう、意識が集中してしまう、まるでロックオンしてしまっているかのようになる、そして相手に迷惑、嫌な思いをさせてしまっているのではないかとすごい頭の中で考えてしまう、脇見恐怖症になりました。多分病気や恐怖症は、脇見症になっている当事者しかどういうことなのか、どれほど辛いのか理解本当に難しいと思います。脇見恐怖症に詳しい医者とか病院もなかなかないですし、世間の認知度理解度も全然ない分かってもらえない恐怖症だと思います。で、この話も多分普通の脇見恐怖症じゃない方からしたら、何言ってんだこの人、ちょっと頭おかしいんじゃないかって思うと思うんですけども、それほど分かりづらい、理解しづらい
まあ、話病気となります、まあ、ですが、これからはもっと分かりやすく脇見狭症について知らない方や、まあ、脇見狭症になっているその人の家族とか、周りの人に、まあ、分かっていただけるような、まあ、ちょっとでも知っていただけるような動画を作っていこうと思います。これで自分の病気狭症のきっかけのお話の動画は以上になります。よかったら、コメント、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。